こんばんは。こんばんは。うっと。中村舞です。ハートタコ、お疲れ、ありがとう。こんばんは。お疲れ様です。明日の公演、あ、明日は花だれ公演で、ね、楽しみ。ハートありがとう。あ、花だれ、花だれ。そう、明日は花だれだ。花だれ公園に行く日はね、ノートを持っていかんといけないと忘れとったね。私のこの花だれノートがあるのでそうそう、これを見たら前回出た日がわかります。前回出た花だれの日は2月12日ですね。え、2月12？マジ？1ヶ月半ぶりくらいですかね。そうです。この広島和光下番頭ホール。あ、ゆなゆなの生誕祭とゆらちゃんの生誕祭、池ちゃんの生誕祭。ホール初、確かに あの花だれ公演自体はあったんですけどね。私が出るのはコール始まって初かも。前回しか、そう、これに感想とかいろいろ書いてる。そうなの。ちなみにね、この公演出た回数も分かるわけでしてさ、でしてさ、昼夜とかだったらあれだね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1112、13、13公演なんてことだ。1年間なのに13公演っていうのは結構つらいな。ポニテのコール楽しみ。え、どんなコールなの気になる。わかんないんだけど、なんだこれなの。もうそう、花だれ公演始まって約1年ぐらい経つんですよ。そう、初日が、え、初日っていつだっけ、4月だったよね。初日が4月の、あ、全然4月じゃなかった、7月やったわまだ全然1年も経ってなかったわ7月30やった、香川県初日。この日ボロ泣きしたんよ。ボロ泣いたって書いてある。ボロ泣きボロ泣き公演。泣いたの見ました。え、恥ずかしい。配信で見てた。もうこの日の日記っていうか、ここには花だれの記録をいっぱい書いてるんですよ。7月30日の昼公演、夜公演、夜公演もすごい、もうやばかった、混乱が起きたとか書いてある混乱が起きてたらしい。アンコールのラストの曲で泣いたって書いてある。こうやってなんか公演終わりにすぐ書いてるんですけど、このなんかすごい、ここの
5600って書いてあるね。6が0に見えてる現象。そうなんです。かわいいノート、かわいいかわいいノート。そう、これはもうなんかその日の記録をしてますね。終わってすぐに書くようにしてる。昼が終わったら昼と夜の間に書くんよ。昼終わったー、その時にもう。明日はね、夜は千穂ちゃんの生誕祭なのでとても楽しみです。3月ラストの日やん。31よ。配信でもぜひ見てくださいコールします。え、コールってさ、私どんな感じなんか全然想像つかんわ。最初の方なさそうだな。アンコールが多そうだな、なんかイメージ。コールありの花だれね、なんかアンコールに固まってそう。あとユニットはどうなんだろう。なんかさ、ユニットもさ新曲じゃん。だからなんかあれよね、どこでするんじゃろうって思うなります。瀬戸利的に、うん、暗闇防波堤。あー、あー、自己紹介、私の自己紹介、マイキューです。マイキュー、センキュー。クエ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 、明日コール解禁初参加。お、みんな喉が枯れないように、そしてケアもしっかりマジで久しぶりに叫んだら絶対喉枯れるよ。コール、お腹から声出す。そうそう、腹式呼吸。あ、腹式呼吸じゃないか。クエスチョン言っちゃダメです。でもマジでクエスチョン言ったらね、怒るからね本当に。覚えてやる、覚えてやるって言ったらなんかあれだな、あのこうめっちゃ見てあーってありがとうございます。レスが来るのか。いや、これはレスじゃなくて、これはレスじゃなくて、レスじゃない、ガン飛ばす。もうなんか
覚えてもらえる？悪い意味でいい意味で覚えてもらえなくて悪い意味で覚えられるよ。言わないで。え、でもね、この間なんかりんこちゃん、なんだっけ、四国だっけ、四国の公演の時にりんこちゃんがなんかね、りんこおいでー、ワンワン、ワンコが好きなりんこだよのワンワンかな、ワンワンだったっけな、誰かが言ったんですよ。そしたらりんこちゃんガチギレして、なんかもう言わないでって言ってるかーみたいな感じで、もうあんな公演で怒ったりんこちゃんも初めて見てね、めっちゃ怒ってたんですよ。もう本当にびっくりして、ステージ上でこんな怒るりんこちゃん初めて見て、言わないでって言ってるじゃんみたいないやガチギレだったよあれは。みんな笑ってたけど、結構りんこちゃん怒ってたよ。怒りんこ激怒だった。客席でびっくりした。私もびっくり、ステージでもびっくりした。えっ、リン、こんな怒ってるリンコちゃん初めて見た。その場に遭遇したけどガチだった。え、そうよ、本当にガチだった。めっちゃ嫌なんだろうなってのを感じた。めっちゃ怒ってた。リンコちゃんが怒るところを見たことがそんななかったんですよ。なんかそこまでガチギレしてるのをちょっと驚きました。ありがとう。うん、もうメンバーの怒る姿見ないかも。みんなね、温厚で穏やかで、そう、起きちゃん、起きちゃんはもう怒んないよ。私がおきちゃんに怒ることはよくあるけど、はい、ありがとうございます。なんか私すごいなんか言葉に敏感で、でいろんななんか言葉の一個一個になんかすぐ引っかかってしまう人間なんですよ。え、どういうことそれみたいな。ですぐに、しかもそれですぐに突っかかっちゃうんですよね。だからそう、なんか起きちゃんとはなんかよくいろいろ突っかかって、バカにしてんのかーってよく、ほいバカにしてんのかーっていうのが多分日常茶飯事で見れる。ありがとうございます。バカにしてそう。それもどうかと思う。なんちゅうことだ。強そう、私。え、どうだろう、強くないよそんなに。普通。
短気な人やん。いや繊細と言っておくれ。まあ確かに気はね短い方なんです。そうなんです。最近泣いてしまった話ありますか？最近泣いたっけ私。充血して泣くことはあるけど、目が痛くて泣いたかな最近。悲しいことからは目をそらすように生きてるかもしれません。泣いてるかな。花粉症でも泣かないかな。花粉症じゃないんだよ。お姉ちゃんがよく泣いとる。うちのお姉ちゃん今日もなんかこれ見てってなんか涙が出てくるけんって言って私になんか見せてきたんですけど、なんかちびまる子ちゃんのアニメ、まる子ちゃん見て、ちびまる子ちゃん見てなんか泣いたらしくて、私にそれを見せてきて、なんか些細なことで泣けるらしい。お姉ちゃんすぐ涙もろいらしい。なんかアニメとか感動するなんか話とかですぐ泣いちゃうらしい。感情的よお姉ちゃん。スイッチでまだ遊んでない。遊んでません。なんかスイッチのさ、なんかなんだっけ、なんかこうなんかアイコンじゃないけど、なんかこうなんか姉私みたいな感じで、こうなんかなんて言ったらいいんかな、こう切り替えれるみたいな、自分のアカウントみたいなのをねスイッチの中で作れる。そう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 ですけど、なんかお姉ちゃんが全部設定してくれて、でなんか私のねアカウントも作ってくれてたんですよ。そうでなんかアイコンみたいな、でなんかお姉ちゃんはアイコンをね、あのマリオの、マリオに出てくるのピーチ姫にしてて、でなんか私のアカウントも作ってくれたから見たんですけど、私のアカウントをなんかドンキーコングにされてて、あのなんで私ドンキーコングだみたいな。なんかお姉ちゃんってそういうなんかちょっと煽り症っていうか、なんかちょっと煽ってくるんですね。ドンキーコングとかにして、マイはドンキーコングだよみたいな。すぐにクリボーに変えました。変えたよ。クリボーは好き。クリボー好きなの。姉級もやってない。いやなんかお姉ちゃんはちょっとカセットも買ってくれたんだけど、そのルイージマンションっていうカセット買ってくれたんだけどね、お姉ちゃんは私にルイージマンションを買ってくれて、で物語っていうか進むじゃん。だからお姉ちゃんがルイージマンションめっちゃやりたいってよりかは、私がやってるところを多分見たいっぽくって、そうお姉ちゃんはまだやってない。なんか今度カセット買おうみたいな話してたんですけど、そう何がいいんかいね、分からん。
スマブラ、スマブラってあの大乱闘みたいなやつですよね。あれなんか難しそうです。スプラトゥーン、なんかイカのゲームでしょ。なんかめっちゃイライラするって聞いたことがある。私もう絶対ゲームでストレスたまるかもしれん。うすーうわーやってイライラしながら、ストレスためながらゲームする。マリカ、マリカーね、マリカーも怒りながらやるやつ。私に向いてないスプラトゥーン。え、なんで怒るけん。動物の森やろう。動物の森か、 DS でしかやったことないな。ポケモンは、ポケモン、あれボゴー、ポケモン GO? なんかやってるメンバー多いんよね。あ、ポケモン GO ってスマホなの。あ、スマホだけなの。GO じゃない、あ、GO じゃないの。 GO はスマホだけか。ポケモン GO、 ポケモン GO ね、うん、なんか同じポケモンしか出てこなくてね。マジで最近あんま開けてない。そう、ドラクエは、いやマジでドラクエゲットする、絶対ゲットする。ドラクエ大好き。桃鉄は、桃鉄とかあるの。桃鉄やったらさ、地理強くなりそうだよね。なんかあれってさ、なんか駅とかこうなんか地名がいっぱい出てくるからさ。詳しくなりそう、勉強になりそう。でもね、桃鉄ね、お姉ちゃんがね、キングボンビーがすごいトラウマらしくて、めっちゃ怖がるんですよ。本当に無理らしくて、なんかお姉ちゃんとはできないですね。キングボンビーが出た瞬間にお姉ちゃんがどっか行きます。名産、いいな、桃鉄いっぱいあるんだね。ゲームの種類ってか、ゲームカセットね、あれが欲しいの私はね。マイク買ってカラオケしたいんだよね、家で。なんかさ、スイッチでカラオケができるみたいなのを聞いたことがあって、そう、そしたらカラオケ屋さんに行かなくても家でカラオケができるから、そう、カラオケやりたい、家で。めっちゃ曲とかいっぱいあるらしい。ショールームじゃダメな？いや、ショールームでもいいけど、みんなが見てる、ショールームってこの配信しないとカラオケできないんですよ。みんなが見てるじゃん、練習しようと思ってもみんなが見てるじゃん。いや、もちろんショールームのカラオケも好きよ。難しい練習、公開練習。音消して、ミュートでカラオケとかできるの。マジでできんでしょ。やったことないけん分からんけど、できるよ。そうなん。じゃあさ、これ歌えんわって思った瞬間にミュートにしたらさ
聞こえんってこと？無音でカラオケって何の修行？口元見て何の歌歌ってるか当てる。あ、でも出るわ、このテロップに出るんよ、今これ歌ってますってのが。なんかね、ミュート機能があるの、ここにね。ちょっと待って、え、待って、画面が、あー、ミュート解除したね。ミュートでカラオケできるの、おもろい。でもさ、口元で何歌っとるか当てれるもんなんかね。独身術、できますか？独身術、振りがあったら分かりそう、ダンスの。テロップにそう、曲名出てくるから絶対わかる。なんかやってみて。アカペラでってこと？口だけだったらわかんないんじゃない？ませてくれ。すごい、非全力って分かった人いるんだけど、すごくない？すごいね、すごい、非全力歌ってました、すごい。一瞬で非全力って出た人たちがいるんだけど、喋ってるのかと思った。いや、歌ってた。僕はって分かる。あ、僕は。非全力でした。無理？もう一問出して。サビがいいよね。サビにするわ。そうだな。じゃあ。迷う。日は沈みまた昇る。すごい、海の色を知ってるか当ててる人がいるんだけど、やばすぎる。分かってる人がいるのがやばい。分からんよね、ぬいよね。そういう仕事か。何？独身術？聞こえてるのかも。え、マジ？口パククイズ。なん、多分あの振りがあったらみんなわかりそう。
じゃない。ありがとう。さくらもちいいね、ありがとう。表情。ラスト一問出そう。何にしようかな。昔話できたらいい、そう涙以上に微笑んでいたい。ずっとすごいいっぱいいた。おもこい分かりやすかった。おもこいでした。思い出せる声をしよう。ピンポンピンポーン、ピンポンピンポンピンポン。恋をしようで分かった。恋をしよう。顔で分かった。どんな顔がしとった。目が輝いとった。あー夢の中なら自由に振る舞えるのに。あ、歌詞、え、振りしたらもう一発やんけ。生きここすごい略し方。うん、息っていうかも。早く言いたいときはね。笑顔のチャンス、そう、笑顔のチャンス入ってないんかな。検索してみたが入ってない。笑顔のチャンス歌ってきた。難しかった。なんか笑顔のチャンスは文字数が結構多いイメージありますね。なんか曲に対しての入ってる文字数が多いイメージ。他のカップリングも入ってないかな。早口なん、なんか A メロが早いイメージあるかな。最初の歌詞のどのあたりが好きなの？全部好きなんだけど、1番の
1番の一 A ダッシュ、ね、無口な父親にこう言われたのところから、悲しいなら、悔しいなら泣くんだ、次は勝とうと思えばいいっていうのも好きだし、サビの最後の悲しみとはきっかけ、ああ笑顔になれるチャンスさんも好きだし、いっぱい好きなのダッシュ、あ、なんか一 A ダッシュって言うんですよ、なんか A ダッシュ、同じ A メロのメロディーが一緒じゃないですか、だけどその二回し目の A メロを一 A ダッシュって言うんですけど、B ダッシュ？何や B ダッシュって走るってどういうこと？ B ダッシュ走るって何？え、 B ダッシュは走るの？何？ B ダッシュはあんまないかも。なくない？マリオ？マリオって B ダッシュで走るの？そうなんや、 B ダッシュ分からん、 B ダッシュマリオが走るらしい。ファミコン、いやファミコンしたことがないよね。基本技、ファミコンって何の略なの？ファミリーコンピューター？家族でやるってこと？そういうことかな。ファミコン知らんな。この間お姉ちゃんとゲーム機の話しよって、プレステはやったことあるよ、プレステ何部か知らんけどあとキューブってやつもやったことあって、あとね 64? お姉ちゃんがなんか64がどうのこうのって言って、何64っていう話をして、64っていう、キューブはやってたよ。キューブはなんかルイージマンションやってたからわかる。トゥル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 ンっていう、あのつけたらこんな音がするキューブえ、これ誰も伝わらんかな。トゥル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 トゥン、あの音ね、なんかちょっとね、うわーってなってましたね、聞いて。あ、キューブ。そう、電源入れた時に、なんかキューブのね、こう、トゥル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 ン。あと Wii は知ってるよ、 Wii もやってた、 Wii でテニスとか。私あの運動は、運動とかスポーツはあんまり得意な方ではないんですけど、 Wii のスポーツは超得意。DS もやってた。でも 3DS ぐらいから買わなくなっちゃって、そうなんだ、そっからあんまやってないな。
ゲーム離れちょっとしてたかも、うん、ゲームボーイ知ってる？え、知ってるかも。え、知ってるかな、聞いたことあるんだけど。なんか携帯ゲームはよくしてたよパズルゲームパズルゲームしたりとか、うち並べポケモン GO もやったし、ぷよぷよ、え、ぷよぷよ大好き世代だよ私。あ、でも頭がなんかそんなに柔らかい方じゃないので、あの連鎖とかするのが苦手で、そういうのはできなかったけどでもぷよぷよは大好き。何連鎖？2連鎖まで。たまたま3連鎖になったりするぐらい。うん、連鎖なんかできん。それはぷよぷよじゃない。へぼいって言われた。ひょえ、ひょえ、へぼいなんて言わんにゃいで。みんなのゴルフ知ってる？え、知ってるよ、ミンゴル。そんな略し方せん。みんなの〇〇みたいなのいっぱいあったな。え、そう略すよね。あのね、好きやったのは、あとゲーム機で、あとね、僕らの夏休みだったっけ、あれなんだっけ、僕らの夏休み、あ、僕の夏休みだ僕らじゃない僕の夏休み、僕夏、あー、僕夏、そう、僕夏、あれ大好き、なんか好き。あとはあのね、牧場物語、牧場物語知ってます？なんか植えたりとか野菜育てたりとか牛とか飼ったりとか、牧場物語めっちゃ好きでやってた。知ってる、みんな知ってる。平和なのが好みな平和なの好き、大好きです。うん、戦闘系はなんかハラハラして、ドラクエも好き、ドラクエめっちゃ好きでやってたんだけど、ドラクエ何だったのか覚えてない。しかもね、ドラクエって期間が空いたらね、開けば開くほどできないんですよ。もうなんか、何ですか、なんか毎日ちょこちょこやらないとできないから、トルネコ、いや、トルネコめっちゃやってたよ。トルネコはね、なんか壺を押したら回復するのか、これ伝わる人いるのかな、壺をして回復すると、パーン。
トゥルルルルッドゥルルルッド。いやトルネコ面白いよ。ドラクエは何だっけな、なんかね STU 入ってからもね携帯でやってたんだけどね、あの天空の花嫁みたいなやつ。で子供が生まれるのよ、子供にオキポとソラハってつけて二人なんだけどやってたんだけどね、どこまで行ったんだっけ、もう忘れちゃったフフ子供の名前は同期から取ってたよ。名作、うん、はい、ドラクエ5か、名作だ。そう、一緒にねオキポとソラハとあの旅に出る。今どんなゲームしてるか、え、携帯ゲーム？あんまやってないかも、携帯ゲーム。携帯ゲームやってないね。やれません。いや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 。七並べ、なんかさ、七並べランク外すぎたらさ、悲しくってさ、四月、あ、スタートダッシュを決めんといけんよな、やっぱり。私全然県外100以内入ってないよ今月。入れてない、200何位とかだった気がするこの間やってたら、うん、そうスタートダッシュ肝心。ハート無限、そうなんよ。しかもね毎月コインがさ4万コインぐらいもらえるんですよ。でまあいろいろあってどんどん溜まっていくんですけど、もう大金持ちになりました。100、130万コインぐらいある七並べの、もういくら回しても回し放題みたいなガチャ。今一押しガチャなんかやろうかな。ありがとうございます。めちゃしようない。ガチャをいかにどれだけ効率よく引けるかって思って5本の指を使ってこうやって全部のカードめくるんですよ。10連するときにドル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 。そしたらお姉ちゃんにめっちゃ怒られる。こういうのは1枚ずつ引いて最後にゴールドに輝いてるやつをめくるんだよってめっちゃ怒られる。ゴールドとなんかレインボーみたいなやつね。気をつけます気をつけます。お姉ちゃん、お姉ちゃん面白いよ。お姉ちゃんこの間さ、この話したっけ、なんか寝てて、寝ててっていうか
なんか電気を消す係が私なんですけど、いつもお姉ちゃん自分の部屋でベッドにこう横たわってて、もうなんか顔がみたいな感じだったんですよ、こうなんかみたいな感じだったから、あもうこれ寝よるわと思って電気消したら、なんか怒られて暗闇でパチって消したら、なんかあのまだ寝てないんやけどみたいな感じで怒られて、つけてって怒られてつけるじゃん。そしたらまたこの顔でずっとね、もう絶対もうあとちょっとで寝るだろうと思うのに、そうつけてって言われて、で15分後ぐらいにまた消しに行ったら何も言わなかったからそう怒られる、あの起きてるのに消したら怒られるんです。でもなんか朝起きたら感謝されるんですよ、昨日は消してくれてありがとうみたいな。タイミングを見計らって消しに行く。お父さんのセリフそうなの、本当にありがとうございます。そうでもこれこの日常、中村家の日常、ゾンビ好きの姉キューさん、え待って、お姉ちゃんゾンビが好きなわけじゃないと思うけどお姉ちゃんゾンビ好きなんかな。ゾンビの真似、モノマネ、ゾンビの真似、そう得意。お姉ちゃんは別にゾンビが好きなわけじゃないと思うけど、ゾンビのゲームとかやらんな、あんまり。なんか心臓に悪い、なんか私ね、なんかなんかホラーっていうか、ゾンビもホラーだよね一応。心が、マイケルの顔がホラーなんか結構悪口や悪口なんじゃけど、あ退場だおいほのぼの系、うん顔がホラーおもろいおもろい悪口すぎてありがとう。変顔？うん、変顔とかしないから。あれ変顔じゃないし、クリボーは変顔じゃないし、あれクリボーだし決め顔だから、あそうだよ、あれも決め顔の一種だから。
キメ顔いいでしょ、可愛いでしょ、素敵でしょ。ツーショット決め顔でお願いします。いや本当にツーショット決め顔でお願いしますって、クリボーでやってくださいとかって言うなら、もうみんなもクリボーの練習しといてね、マジで。もうみんなだけなんか普通にき、なんかこうやってニコとかピースで撮ったら怒るからね。みんなもクリボーとか練習した上でお願いしますって言ってね、頼むからね。私だけにダメだよ、私だけに頼んじゃ。自分もやる前提で言わないと。ツーショットですからね。ツーショットそういうもん、うん。どうすればいいのかコツを教えてください。まずってやってってやるそしたらもういいクリボー、こうやってやってってやる。で、あ、眉毛も上げる、こうこうやってやってこうやってやってってやるそしたらあのナイスクリボー。練習しとく、あ、嬉しい。練習いいね、やった。こことここ。目を三角にするのが難しい。いやー確かに難しいよね。表情筋大事。手使っていいですか？手使ったらどうやってできる？逆に知りたいんだけど。その表情のアクリルキーホルダー作って。わあ、みんないらないんじゃないかな生写真に一枚紛れさせる。59分、ちょっと男女呼ぼう瀬戸内勉強中さん、マサさん、マネパパさん、フナッチさん、金友さん、東京のスワンさん、ボンちゃんさん、ゆずきちさん、きなぺこさん、ケンジさん、目黒のコウジさん、りょんきゅうさん、はやりんごさん、ありがとうございます。皆さん、明日は花だれ公園、夜は千穂ちゃん生誕祭、来られる方は気をつけて来てください。そして配信で見てね。おやん、明日金曜日か、花金。おやすみ級、おやすみ、おやすみ